1550年頃に地図学者ゼバスティアン・ミュンスターが作成した南北アメリカの全体地図。当時は北アメリカ大陸について多くが未知だった。北アメリカの探検では先住民族ではない人々による北アメリカ大陸の地図作成及び探検の継続的取り組みについて説明する。この体験は何世紀にも及ぶもので、 諸外国から多くの人々や調査隊による北アメリカ大陸を地図に描くための努力が積み重なったものである。これはヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸の植民地化へと続いていく。さきコロンブスキ北アメリカ、ノース人によるアメリカ大陸の植民地化を参照アイスランド人のサガによるとアイスランド出身のノース人船乗りたちは980年代にグリーンランドに入植した。 赤毛のエイリークは、グリーンランド南西部を探検して、定住、今後のアイスランド人入植者を誘引するために彼は、そこをグリーンランドと命名し、最終的には、島の東部と西部に入植を確立した。その地域は1350年頃に放棄された。ニューファンドランド東西北端の高校遺跡であるランスを、メドを及び、ニューファンドランド南西部の2番目の遺跡は、 グリーンランド外側の北、アメリカにあるノース人の村の遺跡としてのみ知られている。1003年にレーフ・エリクソンによって確立されたビンランドの植民地の試みとの関連があるかもしれないとして、これらの遺跡は注目されている。バイキングの航海は旧世界において一般的な知識にはならず、1492年に続く最初の数十年までヨーロッパ人は、 アメリカ全体の存在を知らないままだった。シルクロードよりも短い中国への交易ルートを確立するため、東アジアへの北西航路を求めて、ヨーロッパ諸国から多くの探検が開始された。コンスタンティノープルの陥落により、そうした交易ルートが税が非でも必要とされていたのである。また、カスティーリャ王国は、アフリカを回ってインド及び東アジアへと向かう。 ポルトガルが管理していた東側海上交易ルートに変わるものを必要としていた。クリストファー・コロンブスのアメリカ到達1492年1492年8月3日、クリストファー・コロンブスがイサベル一世からの出資を受けてウェルバ県にあるパロスデラ・フロンテイラーの港から出港した。バハマ、キューバ、イスパニョーラ島の発見というコロンブスの初航海における手紙は そのニュースをたちまちヨーロッパ中に広めた。2回目の航海でコロンブスはショーアンティル諸島を再発見してその大半を探索し、3回目の航海では南アメリカの北部沿岸を通りながらトリニダード,ド・トバゴを発見した。彼の4回目の航海は中央アメリカ海岸の詳細調査に費やされた。クリストファー・コロンブスの航海は新世界を開いた。 イタリアの航海手検探検家、ジョバンニカ・ボートは、ヘンリー7世の食卓の元、1497年6月24日に、北アメリカ大陸を発見したとされている。彼の発見の正確な位置には、議論が残るも、カナダ及びイギリス政府の公式見解では彼は、ニューハンドランド島に上陸した。ジョバンニカ・ボートを通じた、イングランドの存在は、1500年のフアンデラ・コサの、 地図で示された。1499年、ジョアン・フェルナンデス・ラブラドールは、マヌエル一世による権利許諾を受け、ペロデ・バルセロスと共同でグリーンランドに到着し、レイフ・エリクソン以来初めて、ラブラドル半島を発見することとなった。帰国後、彼はイングランドの名において、後悔をするためブリストルに赴いた可能性がある。ほぼ同じ頃、 1499年から1502年の間にガスパルとミゲルのコルテイコールである兄弟はグリーンランド、ラブラドール、ニューファンドランドと命名された海岸を探検して探索した北アメリカの海岸をテラベルデと名付けたどちらの探査も1502年のカンティーの平面、電球図に記載されたコロンブスがアジアに到達していなかったことはすぐに理解されたがそれはむしろ ヨーロッパ人にとって新世界なるものの発見であり、その地は1507年にマルティン・バルトセ・ミュラーの地図上で、おそらくはアメリゴベスプッチにちなんでアメリカと名付けられた。1500年、ペドロ・アルバレス・カブラルが南アメリカを探検するため、ポルトガルから派遣された。彼はブラジルの発見者だと考えられている。フェルナンド二世はできて間もないスパニオーラの植民地から、 不安ンポンセデレオンを派遣し、北西に未発見の土地の噂があることを確認した。1513年4月2日、ポンセデレオンは果敢にちなんで、フロリダと自ら名付けた北東部海岸に上陸した。正確な位置は議論されているが、歴史家は、戦闘オーガスティン、ポンセデレオニンレット、メルボルンビーチの可能性を提示している。 彼は強力なメキシコ湾流に遭遇し、フロリダのメキシコ湾岸南西部に着陸するためのフロリダキーズを抜ける経路を発見した。繰り返すが正確な場所については異論がある。1493年にコロンブスがプエルトリコ及びバージン諸島を訪れたのは真実であるが、ポンセデレオンは現在のアメリカ合衆国本土に到着した。 最初のヨーロッパ人として知られることとなった。1513年9月25日、スペインのコンキスタドールであるバスコ・ヌーニエス・デバ・ルボアは、パナマ地峡を横断して、太平洋を目撃した、最初のヨーロッパ人となった。後のラスカリフォルニアスの植民地化に影響を与えるべく、彼は統治権についてそれと接している、全領域を主張した。 1519から1521年頃、ポルトガルの探検家、ジョアン・アルバレス・ファグンですが、ニューファンドランド、ラブラドール、ノバスコシアの海岸を探検し、任務として植民地を築いた。1524年、イタリアの探検家、ジョバンニダ・ベラッツァーノが、フランスを愛生のために出港し、北欧から北アメリカの大西洋岸を探検した。 最初のヨーロッパ人として知られている。ケープフェア側の三角州付近に到着すると、彼は現在のサウスカロライナ州とノースカロライナ州の海岸線を探索し、パムリコ湾に入るも、チェサピーク湾への入り口を無視してしまった。ニューヨーク港が湖であると信じて、彼はナラガンセット湾とニューファンドランドを探検しながら、ロングアイランドを渡って航海した。 1524から1525年にカルロス一世の代理としてポルトガルの探検家ステバン・ゴメスがメイン州の海岸に沿って南を航海しつつ現在のノバスコシアを探検した。ゴメスはニューヨーク港に入ってハドソン川を確認した。彼の探検のおかげで1529年のディオゴリベーロの世界地図は北アメリカの東海岸の輪郭をほぼ完璧に 描いている。五百三十四年、ジャック・カルティエは、セントローレンス湾のノガスペ半島に十字架を立てて、フランスワ一スという名の土地を主張した。五百三十五年、カルティエは、セントローレンス川を探検し、またこの地域のフランス領有を主張した。北、アメリカへのハドソンの航海図ヘンリー・ハドソンは、シベリアをめぐって、東アジアに到達しようとして二回失敗した後、 1609年にオランダ東インド会社の下で西へと出港した。彼もケープコット、チェサピーク湾、デラウェア湾を通って、こちらは1609年9月11日にハドソン川を航海した。これは実際には五代湖だったものを経由する伝説的な太平洋への接続路を探したものであった。ハドソンの4回目及び最後の航海で、 彼は、ハドソン海峡、ハドソン湾、ジェームズ湾を発見し、地図を作って探検した。この他の主な海上探検家には、艦長ジェームズ・クック、ジョージ・バンクーバー、チャールズ・ウィルクスがいた。北アメリカの南西部を探検し、その南部地域で大陸を横断するスペインの探検家やコンキスタドールが多数おり、主に16世紀半ばへ続く。 第二四半世紀にかけては、アルバルヌニエス・カベサデ・バカや、フランシスコ・バスケス・デコロなどなどの人物がいたが、やはり北アメリカの南東部及び南中央地域の童貞であった。1500年代半ばに、スペインのフアン・ロドリゲス・カブリリョがカリフォルニアの太平洋岸に至ったことを主張する。一方で、200年後のガスパルデ・デポルトラ探検隊による、 最初期の陸上探索は、スペイン支配下のバハ・カリフォルニアを起点に、北方へとカトリック伝道所を創設した。西部のフレーザー側から、東部のスペゲオル湖まで広がる、カナダの州の北西領域地図。1814年、デビッド・トンプソン作成。1608年、サミュエル・ド・シャンプランは、現在のケベックシティの基礎を築き、これは、最初の永住入植地となり、 ヌーベルフランスの首都となった。彼はその町及び都市問題に関して個人的管理を行い、かつ内陸部を探索するために探検隊を派遣した。シャンプラン自身は1609年にシャンプレーン港を発見した。1615年までに彼はニピシング湖とジョージア湾を通ってシムコ湖付近のヒューロンの中心部までオタワ川をカヌーで遡る旅をした。 これらの公開中、シャンプランは、色濃い連邦と抗争を繰り広げていた、ウェンダット族を援護した。その結果、色濃い連邦からフランスは敵とみなされ、複数の紛争に巻き込まれることになった。1679年から1682年まで、ルネロ・ベール・カブリエシュド・ラ・サールは、アメリカ合衆国とカナダの五大湖地域、およびミシシッピ側の全域を、メキシコ湾まで探検した。 1697年から1702年にかけて、エウセビオ・キノは、ソノラ砂漠を探検し、コロラド川三角州への彼の旅行にて、一般的に島であると信じられていた、バハカリフォルニアへの陸路を発見した。1683年に、キノは、ヨーロッパ人最初のバハカリフォルニア陸路横断を成し遂げた。ヨーロッパ人のカナダ西部探検は、主に毛皮貿易及び、 人目を避けた北西航路の探求によって動機づけられていた。ハドソン湾会社の探検家ヘンリー・ケルシーは1690年にグレートプレーンズ北部を確認した最初のヨーロッパ人という栄誉を得ている。アンソニー・ヘンデーは1754年にロッキー山脈を確認した最初の人物ながら奇妙なことに自身の日誌にそれを記述しなかった。 彼の最西端の地理的位置から、ロッキー山脈はかなり目立つのだが、ハドゾン湾会社と太平洋の間に攻略不能にも思える、未知の範囲の山々がそびえ立っている、という残念な事実を隠蔽しようとした可能性がある。サミュエル・ハーンは、同交渉を求めて失敗した彼の創作で1769から71年に、コッパーマイン側を発見した。 これらの目標を見立つによる損失が焦げついて、ハドソン湾会社は大部分の探検を中止した。この一方で、北西会社は未開発地域への継続的拡大を必要とするビジネスモデルを行っていた。北西会社の援助下で、アレグザンダー・マッケンジーは1789年にマッケンジー川を発見し、1793年にベラクーラ川を経由して、 北アメリカの太平洋に陸路で到達した最初のヨーロッパ人となった。サイモン・フレイザーはフレイザー川を経由して1808年に太平洋に到達した。最も偉大な地理学者の一人として知られるデビッド・トンプソンは生涯のうちに9万キロメートル以上を旅した。1797年、イギリスとアメリカ合衆国間の J 条約から生じている。 未解決の領土問題を解決するため、トンプソンは彼の雇い主によって、スペリオル湖からウッズコまでの水路に沿って、カナダ・アメリカ合衆国の境界の一部を調査するため、南に派遣された。1798年までに、トンプソンはグランドポーテージからウィニペグ湖を通り、アシニボイン側とミシシッピ側の上流まで、スペリオル湖の両側も、 同様に6 7 5 0トルの調査を完了した。1798年、会社は貿易拠点を設立するため現在のアルバータ州にあるレッドディアコに彼を派遣した。ラックラビッシュの英訳であるレッドディアコは1793年のマッケンジーの地図に最初に登場した。トンプソンは ポートジョージを拠点とした貿易に次の数シーズンを費やし、その間にロッキー山脈への探検をいくつか主導した。1811から1812年に彼はコロンビア側を太平洋まで降り、1814年には彼の記録メモと測定値を使ってカナダ西部の最初のヨーロッパ式地図を描き、それは390万平方キロメートルに及ぶものだった。 ルイス・クラーク探検隊は、トーマス・ジェファーソン大統領の命令を受けて、新たに購入されたルイジアナバイ州の領土に、進出した最初のアメリカ人であった。彼らは、多くの新しい地理的特徴、インディアン部族たち、そして、動植物の種を発見した。ジョン・コルターは、その後の西部開拓時代で、他の人々のためのガイドとなった探検隊の一員で、 彼自身もいくつかの探検を行った。ジョン・ C ・フレモントは、グレート・プレインズ、グレート・ベースン、オレゴン・ジュン州、そしてメキシコのアルタ・カリフォルニアにおいて多くの重要な探検を主導した。ジョゼフ・アール・ウォーカーは、最も著名な探検家の一人で、西部を通るたくさんの新たな工事を図表に記しており、それは渡ってくる移民が西部の街やコミュニティに定住するために、 よく利用された。1833年、彼の探検隊は、現在のネバダ州を横切るフンボルト側に沿ったルートを発見し、それはカーソン側に従って、シエラネバダ山脈を登り、スタニスロース側の排水路を経由して、モントレーへと下るものだった。ウォーカーパスという工事を経由して、シエラネバダ南部を横断する彼の帰路は、ジョンシー・フレモントにより、 ウォーカーにちなんで名付けられた。カーソン川ルートを経由してシエラをたどる道は後のカリフォルニアゴールドラッシュ期間に近郊地へと向かう移民のための主要ルートであるカリフォルニアトレイルとして知られるようになった。アメリカ西部の人口が増加するにつれてアメリカ政府は主にアメリカ陸軍の地形測量公兵隊を通して公式探索を始めた。 この舞台の主要将校で探検家の一人がジョージ・ウィーラーであった。1872年、アメリカ議会は、西形100度線の西側にあるアメリカ合衆国の一部を8マイル、インチの縮尺で、地図作成するという遠大な計画を承認した。ウィーラー調査として知られるようになったこの計画は、クラレンス・キングやジョン・ウェズリー・パウエルの調査と一緒にされ、 フェルディナンド・バンデビア・ヘイデンによる探検を必要とするものになった。1879年にすべてのそうした取り組みがアメリカ地質調査所として再組織された。ありがとうございます。